粗品の一例素品とは他人に贈呈する品物の謙遜した呼び方である粗末な品物という意味で用いられることもある。ただし商業的な宣伝活動の一種として来店や商品の購入、契約などのお礼として贈呈される品物のことを指すこともあり、日常的には主に商用目的におけるお礼の品物として返される。 粗品は前日の通り、贈り物をする際の謙譲語として、自分の贈り物は大層なものではないという表現である。特に、粗品と表現される場合は、口実するように日用品のうちでも消耗品など、それほど効果ではない贈り物が主であり、一種の挨拶的な意味合いで贈られるものである。のし紙や化粧箱に包まれ、のし紙には、素品、または、 ご挨拶と明記されることも多い。また商業的には、店名、社名、商品名などが記されていることもあり、試供品を兼ねて配布されることもある。こういった贈り物は、面識のない相手に自身を紹介するためのものとして、例えば引っ越しのご近所周りの場合、水引きは、繰り返しの意味を内包する紅白の蝶結びが使われるが、簡略的なものでは特に意識されない。 粗品としてよく用いられる品物の例を挙げる。新しい家庭の観婚総裁出版、新日本放棄、ISBN47882E00740 から、ありがとうございます。